皆さんこんにちはレック専任講師のともつぐですさて今回はですねはいこちらでございます2022年合格目標賃貸管理士ですねはい賃貸不動産経営管理士、えー、こちらの講座についてお話をさせていただきたいと思います さあまずですね、えー、こちら賃貸不動産経営管理士、はいえー、こちらのパンフレットの方ですね、えー、お手元にあるという方はですね是非、えー、ご準備の方お願いいたします、えー、まあ手元にないという方は画面の方に映し,し出しますので、はいまあ、こちら見ながらね、えー、聞いていただければ大丈夫だと思いますさあこちら賃貸不動産経営管理士という講座、ね、今回開講ということになるんですけども、まあ、そもそものお話ですね はい、そもそものお話です、賃貸不動産経営管理士、まあね、どんな、えー、資格なんでしょうかっていうところがですね、まあ、最初のページに載っておりますが、まあ、ここら辺はね、えー、どんな資格なのかっていうところはまあ、とりあえず、えー、ね、まあ、ご自身で、えー、見ていただくとし,てま,すし,て、えー、しまして、ですね、はい、まあ、こちらを今回は見ていきたいと思います試験データというところですね。はい。 賃貸不動産経営管理士試験、はい、まあ、どういうですね、えー、受験、えー、のお、ねえー、人数がいて、まあ、合格点何点ぐらいなのかっていうところがですね、ま,あ、まとまっておりますということなんですけどもご覧ください毎年毎年受験者はまあ増えているわけでございますので、ね、はい、えー、どん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 人気になっているっていうのがまあ分かっていただけると思いますけれどもさあ、えー、ここですねもうね2021年3万5000人、えー、こんなに受けてるんですね。 はいさあそしてですね見てほしいのがですねこの合格率のところですまずははい2016年合格率 55.9%2017、えー、年がですね48.3%そして2018年が50.7%とはいまあ大体 受受験験したた人の半分ぐらいいは受かっっっててますねっていう試験だったんです、はい、ですのでまあ当時はですねまあここぐらいの時代まではですねまあ賃貸不動産経営管理士まあ、えー、ちょっと受けてみよっかなっていうふうに軽い気持ちでね、えー、こうやってみようって思って、ね、パパッと勉強して結構ですねパパッと取っちゃったっていう人も まあ結構多かった時代ではありますまあ半分ぐらいの、えー、合格率ですからねはいえー、ということなのでまあそうだったんですけどもこちらご覧くださいはいいきなりガクッと合格率が下がりましたねはい、えー、2019年 36.8%2020 年29.8%そして2021年が3 1 5まあ約30%前後ぐらいまでということになったわけでございますよ。ということになりますのでここぐらいになってくるとまあ実際この36.8%の時からですねまあ言われてましたけどもやっぱりこの2019年あたりからですねちょっとこの試験しっかり勉強しておかないとまずくないですか っってていうなな形になってきますやっぱりここまで合格率が下がってしまうとまあやっぱりねちょちょっと勉強してちょちょっと合格合格ってわけでやっぱいかない試験になってまいりました。はいということでまず押さえておいていただきたいことは。 最初はは合格率は高めなんです,、えー、ですので前に合格した方からすれば賃貸不動産経営管理士はね、えー、まあそんなにがっつり勉強っていうほどしなくてもなんとかなるんじゃないのかなみたいな感じでまあここぐらいに受かった人とかはですね、えー、まあ言う,うかもしれないんですけれども。 ここたった数年の間に状況はガラッと変わっているというところを押さえておいていただきたいんですねつまりもう今こ2022年に、はい、受けようっていう風になったならばちゃちゃっと勉強してちゃちゃっと合格はまあ無理と思った方がいいですまあ、それはもう現実的じゃないよまあ、この合格率見てもらってわかりますよねそうあまり現実的ではないでしょうっていうことになってくるわけなんです でですねじゃあ、皆さんこの2021年はい見てください、こちらね合格率31.5%、3割ぐらいです。はい10人受けて3人しか受からないというですね、えー、そういう状況になってきてしかも合格基準って見てください、これはもうびっくりですね、8割取らないと受からないというですねこういう状況になってきてしまったんですね。はいさあ これはですねもう40点っていうふうになった時にはもう本当にえっ、ー、っていうふうになりましたけれどもねはいさすがにちょっと合格点40点って本当にありえるのかどうかっていうところになっていたんですけどもありえてしまったわけですよでそうするとですね2022年どうなるんですかっていうふうなねえー、部分がやっぱり一番気になるわけじゃないですかじゃあ2022年どうなるのかっていうことについてはそれはもう正直分かりません はい、正直そこについては何とも言えないんですけれどもただ 考えてみてほしいのは,考えてみてしいのはちょっとここを拡大させてもらいますねちょっとここをね、えー、しっかり見ていただきたいのでここのデータのところを拡大させていただきますとこのデータが、ま、どう変わっていくのかっていうところで、ま、どう変わってもいいように準備をしておかなければいけないつまり何かというと例えば2022年に合格率がじゃあ 25%20% そこまで落ちる可能性ってあるんですかって話ですよね。 これはあります。はい、だって、えー、ガクッと下がったという、ねえー、ことがあり得たんですから、えー、それがあり得た以上ここでありえないというふうに結論付けることはできないですよね。一回うことでここで下がってるわけですからね。と、はいう、えーまあね、っっことはまあうーまああり得るかどうかわかんないですけどもでも、えーまあ、例えば10%台になるってこともまあ。 可能性としてゼロではないわけですよね。ねゼロではということは20%台は十分あり得ると思っておかないといけないわけです。で合格の基準点もまあちょっとこれ気をつけてほしいのがですねはい、えー、ここ単純ちょっと比較は難しいのが2019年までは40点満点だったんですけれども2020年からは、はい、50点満点。 とという,ふうに、まあ、ちょっっっ変わってしまったので、まあねえー、横にパーセントで、ね、載ってますけどもまあ大体、えーね、7割まあねそのぐらい、えー、取っておかないといけないんだけども2021年は、ね、8割が要求されてしまったということになります。まあ、これはですね、まあ、実際問題がそんなに難しくなかったっていうのもリアルな話はちょっとありますけれどもじゃあそうすると。 問題を難しくして、まあ、やっぱ40点の8割取らなきゃいけない試験っていうのはなかなかねちょっと、ね、厳しいっていうイメージを植え付けてしまうというところもあるのでじゃあ合格点を下げに行こうっていうふうになったならば、うん、合格点を下げるためには問題難しくする必要がありますのでじゃあ問題が難しくなるよっていう可能性っていうのはまあそれもそれで十分にあります。でもしこのまま 50点中40点を、ねえー、この、ね、80%ぐらい取らないと受からないよっていうのをキープしていくというふうに試験、まあね、実施団体の方が判断したならばそれこそ高得点を要求されるっていう。 まあことにもなりますよねつまりまあここはどちらも考慮しておかないといけないってことになるわけですよ。えー、ですのでまあ優しい問題が出たらちゃんと取れるように。で、えー、まあ多少難しくなったとしてもまあ頑張れるように。 というふうに、えー、ね対策を取っていくっていうのがまあこの2022年の中では大事になってきます。でここの合格率もまあそのままでいくかもしれないですし下げられるかもしれないっていうことを考えてみるとまあそのままでいくうね可能性もまあもちろんありますけれどもただそのままでいくと思っていて下がっていたって言ったらやっぱりね、えー、あのー、ちょっと想定外ってことになっちゃいます。はい。まあ逆に下がると思っていてそのままだったっていうんだったらまあ実質ダメージないのでじゃあ下がると思って 学習をしておいいた方がダメージは少ないですよねということになりますので、まあ、一応これから勉強するって考えになるならばまあちょっと合格率は下げられるんだろうなって、えー、思いながら勉強をしていくことが大事になってきます。さあそうすると皆さんは ねえー、大体まあ20%から30%の合格率の試験これをですねはいえー、ね優しい問題を落とさないように、ね、しっかり取れるようにしておかなければいけないという、まあ、こういう学習戦略を練っていくことが必要になります。とするならばやはりしっかり勉強していくこういう必要があるわけですね。はい でそこでまあ今回ねあのレックの方でも講座をご用意させていただきましたとまあそういうお話なんでございますよ。はいで、ですねねじゃあこの、ねえー、いろいろとやっぱりねこう変化がありますよ。はいじゃあその変化に対応させなければいけないじゃないですかってことで、はいえー、レックの方もですねここが変わった2022年パックの特徴ということでですねまあちょっといろいろと、えー、リニューアルをしましたということになります。まずですねはい一、えー、番目 新試験要領に合わせて回数を増量リニューアルということではい、まあね、えー、先ほども言いました通りちゃちゃっと勉強して、ね、ちゃちゃっと合格っていうわけにはいかない、うん、そういう試験になったことはもう明らかです。ということはそれなりにちゃんと勉強の量を確保していかないといけないってことになるわけですよね。えー、ですのでそれにまずは対応させましょうということではい、えー、こんな感じのリニューアルをさせていただきましたということになります。そして2つ目。 先ほども言いました通り基本問題が落とせないそういう戦いになっているわけです。ということになりますのではいそうこちらです合格の取説というですね本当に基本を固めるのに、まあ、これ以上ね、えー、最適なテキストはないんじゃないかっていうぐらいの、まあ、最適なテキスト私が作りました。 はいねまあ、自画自賛ですよ。はいえーね、こちら「賃貸不動産経営管理士合格の取説というですね、えー、こちらの本ここでもう本当に、えー、基本事項をしっかり固められる、えー、そういう本をご用意いたしました。ね、でやっぱりそのね、えー、基本をしっかり取っていくっていうこの傾向に合わせて、ねえー、こちらです、はいえー、合格の取説執筆者自らが講義を行い合格に導くというふうに書いてありますけれども。 そう使用テキストをこちらの取説にツに、えーね、今年からすることになりましたということで,で、まあ、一応私あの著者でございますので、えー、私も、えー、こちら収録講義の方を担当しておりますよということでですね。はいまあ、今回ね、そういう宣伝といえば宣伝でございますよ、えー、ということになりますので、まあ、こちらでいろいろとですね、はい、変更ありまし二、ねえー、2022年より、ねえー、合格しやすく、ね、なっていったということになります。で、 まあ次のページからですね、じゃあ、まあ、どういうコースがあるんですかってことで、えー、こちら合格フルパックとかですね、はい、合格スタンダードパックとかですね、はいまあ、次のページ行きますと、えー、合格プライムパックという形でですね、はい、まあ、えー、いくつかのコースがありますと。で これどれを選択したらいいでしょうかっていうところなんですよ。えー、今回まあ一番のメインのお話としてはですねはい、まあ、ちょっとね、えー、表紙のところにこちらがありますので表紙のところを使いながらね、えー、お話をさせていただきたいと思います。えー、今言った合格フルパックというものそれから合格スタンダードパックというものそれから合格プライムパックというものですね。はいでこちら何が違うんですかっていう話なんですけれどもはい。 えー、大きく分けるとですね、ここで分かれると思ってください。はいこの赤い線を引っ張った方で分かれると思ってください。えー、何かと言いますと、はい、えー、こち合格フルパック、合格スタンダードパック、こっちのペアと、はい。 合格プライムパックのペアということになりますね何が違うんですかって言いますとまあ、一番の違いは何かというといつからまあえー、開講していくんですかっていうところがやっぱり違っていきますで、えー、こちらの合格フルパックの方なんですけどもまあ、こちらはですね、えー、結構早めからはい、えー、ありますよということになっていきますまあえー、7月ぐらいにね、生講義の方が開講していったりとかですね、えー、あるわけでございます でまああのこれがあれですよウェブ DVD とかだったら、まあ、もうちょっと早くっていうことでそうこちらも結構早めに学習スタートいうそういう講座になります。それに対してこちらはい赤い線のこっち側ですね、はい、合格プライムパックこちらはいつ開講するんですかって言ったらば10試験10月試験。の 後に開講します、えー、宅検試験の後に開講する講座ということになりますですのでまあ、一番は何が違うんですかって言ったら開講の時期が違います、えー、早くから始めるのがこちらの2つ、えー、そして宅検試験が終わった後に始めるのがこちらということになってくるわけですねでどういうふうにじゃあね、えー、うーん。 分かれていこうっていう話になるわけですよ。はい私はどこに行ったらいいんだろうみたいなねどこのクラスが一番いいんだろうってことになると思うんですけども、はい、この賃貸不動産経営管理士の試験というのはですね結構宅研試験と共通してる部分範囲が多いんですよ、えー。共通してる部分がありますと。でまあもちろん宅研試験には出ないんだけども、えー、こっちら賃貸不動産経営管理士には出題されるよっていうものもあるわけです。でですので、はい もし宅検試験の勉強をしているというのであればそこの共通している部分の勉強って全部省略できますよねそう共通していないところだけを勉強すればいいということになるわけですはい、その共通していないところを中心にやっていくのがこちらの合格プライムパックです はいつまり「宅建試験と共通してるよ」ってところはもうささっと流す感じですねえ、まあ、こんなもんありましたよねっていう確認ぐらいに留めておいて「では宅建試験でこういうところはなかったですよね」ってところをしっかりとやっていこうというそういうものになっていきます。ですので例えば「今年宅建を受ける」。 ね、宅建と賃貸不動産権究管理書をダブルで受験するという方はこちらがおすすめです。で宅建試験までの間は宅建試験の勉強に集中していただいて宅建試験が終わった後ではいじゃあ宅建試験と共通していないところだけを一気に勉強していきましょうっていうですねそういう学習ができますので今年宅建試験を受けます一緒に受けますって方はこちら合格プライムパック1択。 はいそれに対して、いや、卓研試験、全然ね、えー、やったこともないですと、うん、ねまあ,あの賃貸不動産経営管理士だけ欲しいですとか、ですね、まあ、もしくは、えー、ね賃貸不動産経営管理士試験をとりあえず受けてで、自信をつけて、翌年宅し、にチャレンジしていきたいですとかですね。そうつまり宅 卓見の学習経験がないという方は、その卓見の範囲もきちんと説明するこちらの講座の方をお勧めします。はい。ですので、まあここはあのね、えー、赤い線が引っ張ってあるまあどっち側なのかっていうところは、まあ皆さんのその卓見試験の勉強の経験があるかないかですね、えー。勉強の経験がないというのであればこちら。はい。卓、え、見、ー、試験の勉強の経験があるのであればこちらということになってくるわけでございます。はい。 では去年、おととし、卓球受けたんですよって方はどっちにすればいいですかこれですよね,、はいえー、ね去年、おととし受けたんですよっていう方あの去年受けましたっていうんだったら、まあ、まだ記憶は残ってるんじゃないのかなっていう,ふうに思いますので昨年、卓球受けましただったらプライムパックでもいいんじゃないかなとは思います。 はい、えー、正直まああのあまりにも全部忘れてますって言うんだったら話は別ですけども、えー、何も覚えてませんって言うんだったら話は別ですけどもまあねえたらまあこっちでいいんじゃなないかなって気がします、はい、ただそ宅建の勉強したのがじゃ2年前です3年前ですっていうふうになってくると、まあ、やっぱりねえー 剣は勉強したとは言ってももうその記憶はね、えー、もう消えてしまってるでしょうからそれはまあゼロからやってった方がいいんじゃないのかなというふうに思います、えー、ですのでまあ今年ね宅検と一緒に、えー、ね賃貸不動産経営過にしも取りたいっていうんだったらプライムパック一択 ええ、ね、去年っていうふうになったらばまあプライムでもいいかなって感じですねはいまあよほどちょっと自信がなさすぎますっていう人は、まあ、こっちっていうのも大手かなって感じですまあ23年前までっていう感じとかですね10年前に取りましたとか言うんだったらまあそれはもうあの知識としては、まあ、消えてもいるでしょうし、まあ、やっぱり23年前とかになってくるとその時の知識っていうのは法改正とかがまあ,ありますからまあねあのご自身がその勉強達研勉強した時のその ねえー、決まりと今の決まりがずれてるって可能性もありますので、まあ、23年前とか言うんだったら、まあ、こっちの方がいいんじゃないかなって気はしますねはい、まあ、そんな感じで、えーね、あのどちらにするのかっていうのを決めて頂ければいいんじゃないかなというふうに思いますで、えー、私友継はですね、はいえー、とこちら、えー、全てのところにですね収録講義の方を私が担当しておりますウェブ DVD の収録講義の方は、えー、ね 合格フルパックの方うもスタンダードパックの方もプライムパックの方もこちら私、担当しております。そしてですね生講義、こちらの方はですね、こちら、合格プライムパックの方ですね、こちらを新宿 L タワー本校ですかね、そちらの方で担当しております、こちらですね、合格プライムパックというものの、新宿 L タワー本校ですね、こちらの方生講義の方も担当しておりますということで、はい。 まあちょっと本当に国家資格化になりましたってことになっていくとですね本当にやっぱり受けるる人がどん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 増えてくるんですよ。あの国家資格になったからまあ難しくなったっていうよりは、まあ、国家資格になったことによってやっぱりまあこれ取っといた方がいいよねっていうふうにみんながこう集まってきてでそれでやっぱりまあねそれなりにね、えー、うーんこう。 人数が集まってくるとやっぱりまあ難しくなるわけじゃないですか。えー、ですのでそういう意味でまあちょっとね、えー、しっかり学習しないとなかなか合格難しいそういうような資格になりつつある、えー、そういう資格でございます。もちろん。 うん、まあこれから先もっと取りにくくなるってことは十分考えられますのでやっぱりそれはもう早い方がいいです。はい、えー、まあ今年じゃなくてもいいかな来年かなっていうふうに思っていると、まあ、今年より来年の方が大変かなっていうそういうところはまあ実際あります。もう資格の試験ってやっぱり、えー、結構やっぱりそういうところがあってなのでやっぱりなるべく早くね、えー、取りたいというふうに思ったらもう今年取れるように頑張って勉強していくっていうのがベストだと思います。 はい、それではですね、20分という短い時間ではございましたけれども、以上でガイダンスの方を終了させていただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、それではですね、次はね本講義の方で皆さんにお目にかかるのを楽しみにしております。それでは今回はこの辺で終了します。皆さんお疲れ様でした。